これからは合法的にでかい金を取りに行く。まあうちの幹部はちょっと頭が古いから教えといてやるけど、例えば生配信での投げ銭もちまちまやらねえで、口の立つやつの隣につるんでブンブンみたいなマーケットにするとか。おい豊島福岡、お前らツイキャスとかお茶爆とかスパチャとか言ってもわかんねえだろ。頭のいい子分に教えてもらえ。おいナオ、なんならお前が教えてやれ。はい。